画面で配信してます。なんでかね、わかんないんですけどね。なのでね、コメントを見るときね、ちょっと目線が多分こっちの下になっちゃうと思うんですけど、あとなんか映る範囲とかもすごいいつもより狭くなっちゃうんですけど、すいません。なんかね、なんでなのかわからないんですけど謎ということで、多分これからはちょっと縦画面で配信する機会が多くなると思うんですけども、よろしくお願いします。縦と横じゃね、顔の写り方もなんかだいぶ違ってくると思うんですけど、生首みたいになりそう。そう、いつもとちょっと違うアングルです。31日までこのなんか春の春のなんかイベントみたいなのに参加中なので、よかったら桜の花びらとか春のギフトとかを待ってますこれ言うの一番恥ずかしい、なんか人生の中でいやでもちょっとね、アバター作りしてみたいのでちょっと言ってみたいと思います。汗汗てれてれこんばんは。アバター作りたいの。アバター、そう、今更ながらと、あとなんかちっこいクマを新居に持ってこうかなみたいな気持ち。でっかいクマをね、前もらったことあるんですけど、ショールームから、あれは実家に送っちゃったんで、ちっこいのなら持っていけるかなって。最近はね、もうほとんど引っ越しのためのこう整理整頓だったりとかいろいろやってるんですけど、まあ終わらなくて、まあ今は終わらせる必要もないんですけど、まあでもね、多分4月になったらコンサートのレッスンとか結構忙しくなっちゃうので、今の段階でねやっておくべきかなと思って結構いろいろやってます。団子ありがとう、小林さん、サンキューでも本当にもう引っ越しのこととか、今日その不動産会社の人とかといろいろお話ししてたりとかしたんですけど、すごいね、引っ越すってなんか出費がすごいんだなって思いますね。大変だってなんか今まではなんか広島に引っ越してくるのも全部親の車とかで、なんか0円で引っ越してきてたので、し広島でも引っ越ししたけど、知り合いの方とかスタッフさんとかに全部運んでもらったから、なんか引っ越しってこんなお金かかるんだって感じ、びっくし。そんな感じでね、私は先月ぐらいかな、なんかすごい大きな支払いがあって、皆さんもご存知の通り節約生活をしてたんですよ節約生活をしてたんですけど、なんか節約生活の時期に自分のせいだけど引っ越しまで重ねてしまったから、もうなんか自分ってすごいなって思います。計画性がないなってでもなんかなんとかなる気がするんだよね。なんでなんだろう。でもなんとかならない場合もあるじゃないですか。私が最近やらかしたのは、なんか食費の精算が
できるんですけど、お仕事の日はレシートをずっと貯めてたんですよ。今まで貯めてこなかったんですけど、節約しようと思って貯めてたんですよ。そしたら出す日にちを間違えてでそれに気づいたのが、出す日付の当日のもう夕方の6時とかだったんですよ。で私はもうその時点でだるさの方が勝ってしまって、もういいやって思って結局生産しなかったりとか、本当に STU 入って生産したの多分1回ぐらいしかないんだけど、そういうなんか諦めモードの時期がよくあるんですよ。もういいやみたいな。でもちょっと4月からは本当になんか切りがいい数字からやり直したくなるので、4月からはちゃんとできるようにしたいと思います。もったいない、そうなんだよね、自分も思った。そのもったいなさと今からレシートを紙に貼って計算するめんどくささ、そして事務所にそれを持っていく労力を考えた時にそっちを優先してしまった、自分の楽な方。でもな、後々考えたら絶対そういうのってやっておいた方が良かったりするんですよね。皆さん、私は本当に反面教師にしてください皆さん反面教師にしてください、私のこの行動を。虫男さん、桜餅ありがとうございますジェリーさんも団子ありがとう。お腹空いてくるラインナップだ。反面おきぽ、うん、本当に反面教師にしてください、ぜひぜひそうなんです、コツコツやらなきゃ。そうなんよね、本当にコツコツやるべき。ホクさん、団子ありがとう。団子三兄弟、団子。ちなみに私が生まれた年の1999年はの流行った曲第1位は団子三兄弟らしいです。でれれれれれれ、団子団子、リリリリリリリ、団子ちょっと歌詞わかんないんだけど串に刺さった団子、そう、団子の流行った年に生まれました。オキポが会社員だと出張生産をくれたり有給消化でしなかったり しそう。いやー、ありそう、自分でも思いますこんなまっすぐな目で言うことではないんですけど、めちゃくちゃ思います。多分うっかりとかで会社をなんか破産させてしまうんじゃないかって思う。じゅんちゃん、さくらもちありがとう。まっすぐな、あ、忘れてましたとか言って、すごい会社を破滅への道に行くんじゃないかって思う。さゆり読んだ、オキファならすいとりだった。ああ、さゆり読んでくれた、ぜひ面白いでしょう。電子マネーで経費精算が自動化されたらいいのにね。確かに、確かし、もうそれでも本当に期日以内にやれるかどうかって感じだけど、でも確かに行かなくていいのはいいかも。だからなんかお役所系とかのなんかやつとかも本当に後回しにしちゃう。市役所行くとか。大変、もう引っ越しでさ、なんか市役所行かないといけないとかあるから、もう猫ミームになりそう。なりそうです。もうキポはめんどくさい、
秋ミームになりそう。頑張ります。みんなこんなめんどくさいことやるのかなって。公共料金券手続きできそう。でもね、私一回引っ越しを経験してるから、その時にねちゃんと住所変更とか全部やったの一人で郵便局も水道も電気もガスも。だから同じ手順をまたやるだけなんだけど、面倒だな。もう代行に頼みたい。あるんだよねそういう代行が、一括で全部やってくれる。マイナンバーあれば楽なんじゃ。らしいよね。ちょっとマイナンバーの本領発揮を今から確かめたい。ちょっとここぞという時に本領発揮してもらわなきゃ。明日午後から雨だよ。え、そうなんだ。面倒だね。まあ、そんな感じでね、ただいまめちゃくちゃ頑張ってるっていうか、苦手なこう手続き系を今やってる感じです。大変。おきちゃんが言うからセブンでデカ豚ラーメンマシワシマックス買ってしまいました。奇遇だね。私も今日食べたよストレス溜まったからストレス溜まったらセブンのめっちゃになんかもうすごい二郎っぽいラーメンを食べる。私も今日食べました。もう夕方ぐらいにコンビニ行ってはぁって。ちょうど偶然ですね ストレス溜まりすぎ溜まりがち。ちなみに今日も今日とてつけてます、アロマキャンドル。ちなみにこれはもう4時間ぐらいつけてますので、結構穴深くなったんですけど、昨日つけてたファンの皆さんたちからいただいたアロマキャンドルつけてます。これ多分ね、なんかドライフラワーとかが入ってるんですけど、多分真ん中には入ってないんじゃないかなって、結構深くなったんですけど、多分ね真ん中に花はなさそう。あとこちらももう一個やってたんですけど、もう4時間ぐらい灯してるんでめっちゃ短いですもう燃え尽くしって感じ。もう一個の方はなんか儀式するみたいじゃない。めっちゃ長かったんですけど結構早くて、もうそろそろ消えそうです。そんな感じでちょっとアロマキャンドル消費月間入ってます。東京でも使ったりね。いや多分東京でも使うと思う。もう広島であと1ヶ月で使い切れるかなったら使い切れなさそうなぐらいはある。9日連続配信わーすごい。私9日も連続配信してるらしい。すごい4月14日に匂わせが気になる。あ、そう、昨日言ってたやつ。4月14日を皆さんよかったら開けといてくださいって言ってたやつ。
日付が分かりました。今日日曜日なので、ぜひぜひ、あと6月の1日か2日かまだ分かんないんですけど、6月の最初の方もぜひ、まだまだまだ先のことなんですけど、まあね、早めに言っておく分には多分いいと思うので、6月の1日か2日もちょっと開けておいていただけると嬉しいです。助かります。6月は場所が問題。場所は東京だと思います。6月は TOKYO、 あ、U かどっちだやばい、英語できないのがバレちゃう。北海道でやってよ。北海道で行きたい北海道行きたい、とてもとても。呼んで、もはや。4月は広島、4月は広島です。もう匂わせどころかほぼほぼ出してるけど、まあでもね、早めに言っておくに越したことはないのでね、ぜひぜひ。よろしくお願いします。車のマークで察しました。まあちょっとそこら辺にもこう匂わせを、はい、散ればめつつ、ちょいちょい散ればめつつですけども、お知らせたくさんで嬉しいね。ねえ、本当にね、まあ、ちょっとギリギリになってしまってるのは申し訳ないんですけど、うん、ぜひ、まあちょっと会いに来れる機会がね、もう SU としてあまりないので、うん、よかった、ちょっと見届けてほしいなと思います。3月もちょっと少なかったので、なと思います。3月がね、もう本当にみちさんの卒婚しか会える機会がないのと、公演とかも、まあ、私花だれとかがラストが多分みなみさんの卒業公演が、自分としても花は誰のもの公演、通常公演、ラスト公演になるので頑張りたいと思います。なんか何気に本当に片手で数えるぐらいしかないんだなって。ももちゃんのは出ない、ももちゃんのはね出ない、出たかったけど、なのでちょっとアイドルとしてのねちょっとラストは本当に一番最高のパフォーマンスを見せれるように頑張ります。最後に近づいてるのが寂しいね。引退するわけじゃないから、こう泣いたりとか皆さんはするのかなって感じではあるんですけど、
私としてはもう結構これから芸能のお仕事を続けていくにしてもだいぶ寂しいです。うん、泣くやろ。嘘泣いて くれるんですか。嬉しい。それだったら来ちゃん泣かんの。どうなんだろう。なんか私自分のことになるとどのタイミングで涙が出るのか自分でも分かんなくて、うん、人の他のメンバーの中卒業公演とかめっちゃ泣いちゃうんだけど、どうなんだろう。なんか寂しい気持ちとかあるし、卒業発表の時もなんか終わってからはけてからの方がなんか涙が出てくるっていうか、なんかね自分でも分かんないんだよね。うん、でもなんかちょっと分かんないです。ちょっと当日はもうなんか泣く可能性もあると思います。でも逆にこうみんながなんか泣いてくれてたら逆に逆になんか引っ込むかもしれない微笑ましい気持ちになるかも。私多分ね人生で一番泣いたライブアンピーの卒業公演だからちょっとねあそこまでは泣かないかも。もう自分の中のピークに泣いたのがアンナちゃんの卒業公演で、もうやばかった。あれは1曲目からもう大号泣、もうオーバーチェアっていうか、なんならエンジンから大号泣だった。いやでもアンピーが多分芸能も辞めるからこそなんかね、プライベートで会えるかもしれないけど、そのアイドルとしてのアンピーがラストなんだっていう感じで泣きましたね。大号泣、私の中の多分ここ 1,2 年ぐらいは、うん、1,2 年ぐらいで一番泣いたのはアンピーですかね。アンピーどこにいるの。アンピー実家じゃない、わからん家にいるんじゃない。たまにチップくん、あれチップくんだっけ、チョップくんだっけうん、見せてくれますけど。リコチがリツイートしましたって通知が来た。続々とマイカーメンバーが私のツイッターに反応している。よしもう嗅がせに来てる、匂わせどころか。アンピードライブエッグ今でも続けてるようだよ。すごい、ドライブすごい。今 STU やってますよね、ライジンイベントみたいな。私もああいうゲームするの好きなんだよね。時たまなんかインストールしてやってしまう。なんていうんですか、放置ゲーみたいな感じ。虫男さんペンギンありがとう、消えちゃった、サンキュー。私はね Heyday っていうアプリはね高校生の時めっちゃハマっててね、
ヘイデイは農業のアプリだったんですけど、ちょっと放置して、でなんか稲とか育ったら買って、でパン焼いたりとか、牛乳牛を買って放牧して、時間経ったら牛乳取ってそれまたチーズにして売ったりとかして、こうお金を集めて、お金が集まったらまたなんか豚買ったりとかするみたいな、そういうヘイデイめっちゃやってました。ちょい放置ゲー、ああいうのなんていうこうゲームのジャンルになるのかわかんないんだけど、STU がコラボするのそんな平和なゲームじゃない。確かに雷神はなんか戦ってるイメージがありますね。放っておいたら攻撃されてアジトが潰れる、ありゃまあらま、いいね。でもなんかメンバーとゲームできるのショールームオーディションでの一押しがオキちゃんだったから、卒業はやっぱ寂しいな。おいおい、なんでショールームオーディションだけやねん、受かったら受かっても押せありがとうございます。ヘイデイ知ってる人がいるなんて、ヘイデイめっちゃやってました、高校生の時の懐かしい思い出杉谷さん、ペンギンありがとうございます。ペンギンすぐ消えるファンを通り越して候補生ファンっていうのがいるから、確かになんかオーディションオタクみたいないますよね。押し上げるだけ押し上げたいみたいな、あれはでもそれで合格できたら快感でしょうね。うんでもなんかやっぱオーディション番組とか人気だからさ、わかるそれまでのドキドキが楽しいっていうのもあるよね。なんか合格するまでの、逆にデビューしたらそんなにみたいな、まあでもちょっと気持ちは分からなくもない。でも私あんまり見れないんですよね、そういうオーディション系の番組とか。リアルタイムで苦しめないかも。もう終わって誰が受かってるか分かってる状態で見るのはいいけど日チプもなんかみんなほどは熱く追えなかった。その俯瞰して見てた、曲とかメンバーさんとかめっちゃ好きやったけど、なんか自分が一喜一憂するのに疲れてしまって、合格発表の場面見るのドキドキするね。皆さんもそういう気持ちだったのかな。あいた、だいたいちょっと手遊びしてたら当たっちゃった。こんばんは。そういえば明日のミニ公演って STU48 のルーム、あ、そう、明日はあの四国のみんなとショールーム配信するんですけど、明日はなんか個人ルームで配信するので、多分8個ぐらいあのスマホの端末で配信すると思います。だからまあどれ見てもいいんですけど、どの角度で配信するかはそのメンバーによって違うし、その角度だからメンバーが映ってるとは限らないっていうかもう私もね、そんな土正面とかはね、なんかさすがに陣取れないんで、もう後ろからとかにしようかな明日レッスン場で配信したいと思います。
だからそのいなくなってる可能性もある、画面から自分が。なるべく映るところに設置しようかなとは思ってるんですけど。なので明日18時半からは、まあ、あの私のファンの方は私のルームで見てくださると嬉しいです。ちょっとおきももを送る会ということで、きちゃんももちゃんが送られるので、よろしくお願いします。ちょっと四国のやつ久しぶりすぎて練習しなきゃ、まだやってない。四国の久しぶりだ。頑張ります。でも本当に嬉しい。その公演がなかったからいろいろ考えてくださってショールーム配信することになったと思うので、18時半から待ってるぜ。ちゃんとしてました。なんか普通に MC とかもやるしみたいな感じで。何着ようかな。明日は美容院に行ってこの 長い前髪を切ってこようと思います。まあ、これは巻いてるけどもうグリングリになってるので長すぎて、と髪の毛を切っていきたいと思います。あとトリートメント。なので明日はちょっといつもより早い時間からやってると思うんですけど、お楽しみください。なぜ公式ホームページには告知しないのかな。公式でやってるわけじゃないから、公式でやってないからかな。メンバー主体でやってるからかな。これもしかしたら告知されるかもしれないけど、ツヤツヤのキポツヤツヤにしてきます。もうパサパサよ。最近でもちょっと状態いい。静電気が収まってきた、冬を越えて。楽しみです。コロナ期思い出す配信ですね。え、私四国に入ったのちょうどコロナど真ん中だったので、四国観光大使としての初めての公演も無観客配信だったから、なんかちょっと思い出すね。染めちゃダメだぞだって私のルームにもおった黒髪中が、任せてあんまりいないと思ってた。そう、もうだから四国としては長いんですよね。4年ぐらい、4年ぐらい兼任してます。60代の人の代わりに言ってきますファンミでね、60代の人がね、染めるなーって言ってたから、マジでじわる。大丈夫よ大丈夫よって
なのみんなの好きなおきちゃんでいるから大丈夫だよってとか言ってもすごい坊主とかで、もう私がすごいアーティストチックなすごい坊主とかになったらごめん、そういう時期が来るかもしれない。私もなんかもうまちゃまちゃさんみたいな、あの前衛的な髪型になりたい時も来るかもしれない。てかオレンジと緑モヒカンみたいな、まあそれはそれでそれはそれで逆にいいかも。いやもうそんなすごいよ、そのコメントが出てくるのはもうすごいすごいねおきちゃんへの愛が試される。そう、私天の弱だから試し行為とかするよ急に。この私のこと好きって言ったよねって、私のこと好きって言ったよね、じゃあこの髪型でも好きだよねねえねえってすごいあの愛の試し行為からのすごいもうヒステリックオキポになるからねえ言ったよねうーんってあそうなんだ、もう嫌いになるんだ、じゃあ私なんて髪の毛なくなっちゃえばいいと思ってるんだっていや似合わないって言ったからもう坊主にするねって、やり直せばいいんでしょとか言って、本当私やりかねんからやめて本当に怖い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 、自分で自分のこと分かってるから。うーん、やってないんだ、じゃあやり直せばいいんだね、ブイーンとかしそうだから私怖い、本当にそういうあの度胸があるタイプの人間だから取り扱い注意ですでも常に可愛いって言ってくれてたら嬉しいです。ヒステリックなの、いやヒステリックではないけどヒステリックな自分も心の奥底にはあるかもしれないってことです。周りの人には出さないけどそういうの他の人には出しちゃいそうな気がするんですよ。メンバーとかね、家族とかリアルの友達とかには出さないけど、他の人には出しちゃいそうな。そういうのもあるんです。だから気をつけてください、本当に。猛獣より取り扱い注意です。皆さん気をつけください。容量大きくしとこうごめんね、面倒なアイドルですいませんね。すいませんね。桜の花びらありがとう。とそろそろろうそくを消したいと思います。結構もう限界が来てる、びっくりした限界が来てるので、もうこんなにろうそく溶けることあるってぐらい溶けてるのでちょっと封したいと思います。ありがとう、で1本使い切りましたわありがとうございました。終了。なんかちょっとあれの気持ちだった、
ホラー映画っていうか、ちょっと暗くなったかも。こっちに置いとこう。百話物語みたいな、百物語か。また電気代浮かさないと一応電気つけてるんですよ、あっちに。ちょっとキャンドルするには あれな方がいいかなと思って、もう一個つけますね。ちょっとこれはあんまり光らないか。これと2個スタイルで。本当にいつか火事になったらこの映像とかがニュースに流れるのかな。やばい、めっちゃ気をつけないとだ。儀式に使うの、いやいや。でもなんか癒されるんですよね、普通に普通に癒されます。百物語は部屋の四隅にろうそく置かないと。あ、そうなん？なんか100本ろうそくがあるイメージなんだけど。ミニ消火器買っとき、めっちゃ火事になる前提。大丈夫です、事故らないように。あのもうちゃんとね、火の近くには何も置いてないから大丈夫大丈夫。このスマホの周りとかにも何も置いてないから大丈夫。でも見てください、このろうそくを灯してるから、私のこの目にリングライトみたいな使い、目の中にほら灯火。これはキャンドルのおかげですよ。ほら、灯火が光ってるの分かりますか？いつもよりちょっとピュアに感じるでしょ、目に光があると。ほら。どうですか、チャオみたいでしょ。いつもピュアだよ、正解、素晴らしい。オキちゃん取り扱いをよく分かってますね面倒でしょう。もうアバターの絵はできてるの。いや全然考えてない、コンプラウサギにしようかな。まだあんまり考えてなかったうん、みちゅさんの卒コンのグッズが今日出ましたね。見ました？なんか月見ちゃん、あのみちさんがよく描く月のイラストがあるんですけど、月見ちゃんのペンライトがあって、私はね本当いつかね月見ちゃんと私のコンプラウサギをコラボさせたいなと思ってたんですよ、いつかね。でもその機会がなさそうでね、困った困ったなんかさ、メンバーがさよく描くキャラクターだけのグッズとか出ないかな。まあ出たことあるんだろうけど、なんか大集合させたい。だって意外にさ、その子のファンじゃないとさ何知らなくない？だって私のコンプラウサギもさ、私のファン以外の人はそんなに知らないからさ、他のメンバーとかも全然知らないし、そこまでさなんか出さないじゃないですか、これが私のキャラですみたいな。だからそういうグッズ欲しい
メンバーの描いたキャラだけのグッズみたいな。ももちゃんとかめっちゃいい絵描くからさ。だって他のさ、自分の推し以外のキャラクターってさ、見たことあっても名前とか分かんなくない？で、南さんのあの猫にも名前あるんだよ。名前忘れちゃったけど、あののほほんとしたあの猫知ってる？なんだっけな、この間名前聞いたんやけど忘れちゃったなんかよく描く猫がいるんですよ。だから多分ね、私のウサギもそうだと思われてる。ただの乳首ついてるウサギだと思われてる。だからなんかグッズ、キャラクターオンリーのグッズとか欲しいですねうん、白ごまちゃん、え、白ごまちゃんだったような気がする。聞いたよ、聞いた。月見ちゃんはね、あ、逆から読んだら美月なんだと思って覚えてる。おりこちゃん、おりこちゃんもわかる。おりこちゃんはね、私が多分安否のオタクだったからっていうのもあるかも。さっきね、おきちゃん自分のグッズ持ってるってコメントあったんですけど、グッズはいっぱい持ってて、もう引っ越しで一番困ってるのが自分のグッズをどうするかっていうことに困ってて全部ね持ってるんですよ、自分の今まで発売されたグッズとか生写真とか持ってて、たまに家に送ったりとかしてるんですけど、これがねめっちゃ困って、実家に送れば、いやそうなんや、一番の第一候補も実家に送る、うん、持っていくのはさすがに全部は持っていけないから厳選するしかない。自分のグッズ、今はもうチェストの中にグッズのコーナーを作って、その中に全部入れてるんですよ、今までのグッズ。でもパンパンで、そうパネルもあるからめっちゃ困ってる。あと雑誌類、STUが今まで雑誌出した雑誌とか自分が掲載されてるやつとか、わー困ったなーって感じ。結構持ってったら重いだろうなーって今ね、すごい困ってます。パネル全部東京に持っていく。パネルね、パネル持っていくとしても1個だな、厳選しなきゃ。ちょっと私の今の家すごいあのナルシスト空間みたいな空間あるから自分のそのパネルに囲まれた部屋があって、本当にどこぞのナルシストってぐらい自分の顔で埋め尽くされてて、ちょっと気まずいので、それがちょっと新居ではそのナルシスト空間をちょっと減らしたい。気まずいんですよ、なんかメンバーにも気まずい、気まずかったって言われるから、もうなんか事務所とかに飾ってなんか歴代の校長先生みたいな感じで貼ってもらおうかなって思ったりもしてる、じわじわと。全部私みたいな。よくさ、なんかポスターとか貼って配信してたりとかするじゃないですか、公式ルームとかで。ああいう感じでさ、私のパネル、歴代パネルが飾ってあるみたいな、ダメかなって。
今何気にちょっと一番困ってる。持っていくのは決まってるんですよ。なんか何を持っていくかとかはちょっと自分のお気に入りのこの時期のグッズとか、私的にねめっちゃお気に入りなのは、まあ、ちょっと自分ではないんだけど STU の衣装のあのキーホルダーがあって、それは結構お気に入りなので、まあ、持っていこうかなって、さりげな STU アピールをしようかなって思って持っていくでしょ。で M ステのティッシュを持っていくでしょ。いろいろこう考えて、アクスタとかもね、なんか自分のアクスタ自体は正直そんなにあの欲しいとは思わないんですけど自分のアクスタはね、ただあの好きなキャラの隣のなんかキャラとかのアクスタを持ってるので、その隣になんか自分のアクスタを飾るっていうのが好きなんですよ。だから自分のアクスタは一応持っていく別に自分のアクスタに惹かれてるわけではなくて、二次元のキャラの隣に立てるっていう私がそのためにやってますうん、並ばせたいのね。そう、並ばせたい。こんなんできるのね、アイドルだからで、だからじゃないって思って、アイドルだからこその選択肢なので並ばせます。前髪が決まらん可愛い、ありがとう30分からちょっとカラオケしようかなって思ったりしてる。今度普通にカラオケ配信もしたいなって思うんだけど10時半から。前髪5センチぐらい切るの、5センチも切るわけないでしょ。こんぐらいになっちゃう、眉上になっちゃう。でソラハ一回オンマユになってたけどさ、この間までなんかもう大眉じゃなくなってるから前髪伸びるの早いなって思った。今日の前髪何点？ゼロもうゼロ、最近はここ最近ずっとゼロ点。もう困った。しかも毛先空いてるから、なんていうんですかね、巻いたらちょっと自分的には変な型がつく。パッツンにするの、パッツンにはしないです。最近はあんまりパッツンの気分じゃない。完璧じゃんって思ってた。うそ、優しい優しい、ありがとう、ありがとうございます。ちなみに最近肩が痛すぎて、あの見えるかな、サロンパス貼ってるんですよここに助の字張りできてないけど、めっちゃ肩痛い。寝違えたのかなってぐらい左肩が、いや鳴るのは右なんだけど左もちょっと鳴りそうなぐらい肩が痛くて、すごい。だからちょっと自分が動くたんびに湿布の匂いがすごい香ばしい。右はいつも通りなんだけど左もなりそうなんだ。握手会じゃないわ、お話し会で肩鳴らしてって言われたけどさ、鳴ってはいるんだけどこう届かずに、その音がもっと鳴らしてって言われて、聞こえる聞こえるとか言って、こうやってねえ聞こえる鳴ってるんだけどちょっとうるさくて聞こえないよねとか言ってやってた。何やってるんだろうって思いました、あの空間聞こえてたかな、聞こえてたら嬉しいんやけど、
やっぱ一発目は結構大きい音鳴るんですけど、何回もやり続けたらちょっとちっちゃくなってくんですよね。鳴るけど、うん、でちょっとちっちゃい時期だったからリベンジしたいですね。本当はもっと鳴るんですよ。沖前公園のお見送りで聞かせて、いや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 無理でしょ無理でしょ、ならんやろ。心配になるレベルでなってる。でもね、大丈夫なんですよ。これはいい反応なんですよ。この音はやばい音じゃなくて、ちゃんとストレッチの一環として正しい方向に回してるので大丈夫なんですよ。確かにすぐポキポキなるけどうん、大丈夫です。でも素人だからちょっとネットとかの知識なんだけど、整体師さんとかにダメって言われない？言われない。整体師さんの前で回したことないかも。でもよくほぐしてくれます。二重肩、わかんない。でもここが凝ってるっていうより、なんか肩甲骨側のあの後ろ側の肩がすごいゴリゴリだから結構よく回してます。最近マッサージ全然行けてないんですよね。なんか行けるんだけど気力がなくて、だから美容院もこんな後回しになったし、最近ちょっとなんか引きこもりおきぽがまた再発してきた引きこもりおきぽ良くないね。ちゃんと外に出なきゃね。までの気力を出さないと。せやねん、せやねん、せやねん。環境が大きく変わるプレッシャーもあるのかな。いやー、どうなんだろう。あんまりなんかメンタル的にそういうのを感じてるわけではないんだけど、キャンドル揺らいでる。もうこれ終わりかけてるかも、ほぼ。いや、ちょっと終わりかけてるので消しました。ちょっと消すやつあるんだけど、ちょっと手元にないから。誕生日スタイル。もう一個つけよう。どんだけあるんっていう話ですよ。どんだけあるんっていうね、まだありますからね。これかわいい。ちょっとなんかいい匂いがする気がする。もう一個あります。これちょっとちっちゃいやつ。香り混ざりすぎないの。いや、なんかね、全然香らないやつもあるんですよね。一番香ってたの、このさっきついてたこれが一番甘い匂いだったんやけど、あとはあんまりそんな香らない。でも一回家離れてこうコンビニとか行ったりとかして、帰ってきた瞬間になんかめっちゃ甘ってなる、部屋が甘い匂いってなります。そういうことなのかな、に香ってるのかな。私が麻痺してるのもあるのかもしれません。
外出するときは消しましょう。消してる消してる、残りふんわり残りが、さすがにね。で私本当に人の命背負ってるから、私が火事になったらソラハがもう火事になるから、ちゃんとしてるんですよ。大丈夫ですよ本当に。ちゃんとちゃんとソラハを思うとちゃんとできる、人のことを思うとね。任せて、大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあそろそろちょっと、ちょっと衝撃音します。よいしょ、装着。ジリジリ音が消えたんじゃないですか。ちょっと縦画面だと難しくなる。ちょっと指のせいでキャンドルの光が隠れる。ですね、何しようかな。それでは、まあ結構別に何かに関連するわけでもないんですけど、好きな曲を歌っていこうかと思います。それではスタート。始まります。さあさあさあ、出てくるさ。
あ全然気が危ないかも。落ち込んでいても、途中ぐらいからクレヨンしんちゃん思い出しますね。クレヨンしんちゃんがさ、こうやって踊ってませんでした。リバーブは今自分で消したんやけど、リバーブなしだったらこんな感じになるってことなのか。なんか自分で聞いててすごい。リバーブつけとこ、一応レベル1なんだけどな。ありがとうございます。Thank you. こういうもんか。久しぶりに聴きましたね。いい曲、めっちゃ好きなんですよね。それでは聴いてください。ちょっとリバーブかけます。雪を振り絞って私から切り出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ困った顔しながら付き合っている彼女がいるなんて、それでもまた気を使って微笑んでくれたから惨めになる。このタイミングで無理して言わなけりゃ怪我しなかった。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで自分の方が絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れてしゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうそう愛は奇跡使いのかもしれない。あっという間に雲が増え、それでも何の屈託もない、綺麗な夕焼けに悪態つこう。そんな大事じゃなく小さな幸せでいい、恋が叶わなくても恋してたい。今の私にはどうでもいいのに思いつきで口にしちゃいけない
音量下げようとしたら切っちゃった、間違えて。難しい。どんな秘密もしまっておけない胸の片隅に、正直者なんて自慢できないよ。誰かへの愛しさごくりと飲み込んで、夢でも見よう。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方が絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうそう愛は奇跡、世界のかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の選択もない。綺麗な夕焼けに悪態つこう、そんな大事じゃなく小さな幸せでいい。恋が叶わなくても恋してたい。ありがとうございます。この2番難しいね。こりゃ難易度高 STU 楽曲だ。なんか今さ、アルバムのさ、なんか好きな歌詞どこですかみたいなやってますよね、 STU。 めっちゃいいやつやってるなーって思います。うん、もっとショールームで増えてくれたらええんやけどな。ありがとうございます。ST48 で誰かがいつか好きだと言ってくれる日まででした。結構なんかいろいろその時目に入ったものを歌ってるんで、ちょっとなんか曲の感じが全然違うんですけど、すいません。ならば
今ならばでした。ちょっと余韻を残せずに消しちゃった。ありがとうございました。ちょっとね、沖前公園でもセットリストに入れてる曲です。いい曲ですね。ありがとう。5回聞きたい。いや5回あるのかな、あんまりなさそうなイメージだけど、あ、ないわ。ありがとうございます。いい曲ですね本当に。うん、何にしようかな。あっ、あー、せやせ。少々お待ちくださいね。なんかステイの曲もさ、ちょっと私ライブであんまり披露する機会が少ないからちょっと歌っときたいんだよね。なんか100回ぐらい歌っときたいんだけど。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の花でも僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じ
好きな曲ですよ皆さんからいただいた楽曲です。僕はいつも悲しいことに出会うその度そっとまぶたを閉じてしばらくじっとするんだ。決して涙我慢をするためじゃなくて過去を振り返りたくなる。まだ幼い頃喧嘩して負けた僕に普段から無口な父親にこう言われた。悔しいと思っているなら泣くんだ、次は勝とうと思えばいい。自分の部屋の窓から見た沈んでゆく夕日の空を大人になっても覚えている。何があろうが一日は終わるんだと、あ、誰にも一生忘れない。空の色があるらしい、いくつもの青よ、いくつもの赤があるって、この目で見て知ったよ。だから今でも時々思い浮かべる、知らないことや知らない色、ここで立ち止まりたくない、このまま進もう。休んだら顔を上げてごらんよ、さっきとは全然違った景色が広がる。真っ暗な夜にひっそりと輝いたあなたの星が希望だよ。何もないと見過ごしてた普通の一日のどこかに、自分にとっては大切なものを紛れ込
顔のチャンスでした。ちょっと瀬戸内 PR 舞台のね1と2はめちゃくちゃ思い入れ深い曲なので歌わせていただきましたよ。ありがとう嬉しいですね。ちょっと STU 曲はねちょうど今アルバムもやってるのでねいいんじゃないな。マイキューが壇上に嘘を。え、いる？帰れ帰れ来るな登るな。これはマイキューのモノマネです。登るな見るな帰れ。それでは聞いてくださいこの流れで言うのもいいんだけど風を待つ。夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいない風を待とう。この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても愛は成し遂げ、ただ会いたくてそれが恋と気づいて、まるで頬を畳んだ帆船のように、僕は何もできず風の中にいた。やりたいことを見つけてとか言えた。君は元気か、夢は波のように切ない願いを。あやがて風が吹いてくるまで Miss you 僕は2番響きますね。なんか
ぱ STU の曲って瀬戸内にいる人もそうだし、瀬戸内から旅立ったりとか、なんか瀬戸内が故郷の人にも響くさ歌詞が多いなって思ったよ今。めちゃくちゃ思ったよめちゃ思った。素晴らしいね。皆さんなんかアルバムのなんか今やってるハッシュタグの企画とか参加しましたか？まだまだ素敵な歌詞いっぱいありますよ。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても気づかないけれど手に入れたらきっと怖くなるように。臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして何を食べた。僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先を遠慮がちに繋ぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道。幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こう。初恋は誰もみんな続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように。何年か後に振り返れば今日のことは思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう涙以上に微笑
思い出せる恋をしようでした。これ曲名書いてあるのか、テロップに。すごい、桜の花びらたち、ありがとうございます。花びらたち、ありがとう、嬉しいね。ステイの曲めっちゃいいなって思うと同時に、なんか高かったり低かったりで難しいなって思います。みんなが好きなやつなんだろうって思ったけど、おもこいはね結構ね、なんか曲すごい、なんか他のグループさんとかになんか可愛い曲って言ってもらえることが多くて、まあ確かにスティーはあまり恋の曲がないからっていうのもあるんだけど、なんかねすごいね評判が結構いいんですよね、曲として。だからね私も好きです。だから絶対お決まり公演はおもこいを入れようって思ったんですよ。そんな私の最近の中で一番好きなスティー曲。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分で見られて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。星空をずっと眺めてると
寄与する心でした。ありがとう。俺もコール、ありがとうございました。俺ももだし、なんかはい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 、はいはい、はい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 とか、ありがとうございます。いやいいですね。やっぱ私的には最近だと、もう笑顔のチャンスと息をする心が大好きかな、最近の曲だと。まあ、最近をどこから最近って言ったらいいのかわかんないですけど、まあ、花だれ以降を最近だとしたらこの2曲が好きなので、私的には9枚目シングルは自分の中で超ベスト好み CD シングルなんですよ。アルバムっていうかカップリング、カップリングがこれでみたいな、めっちゃ良きです。ありがとうございます。まいちゃんってさ、まだおるの？気のせい？この馬の AKB ドラフトサード83、ヤミーね、ヤミー。ちょっと恥ずかしいから、どっか行ってても、これでも壇上上がってたらあれ、なんかもういないか。じゃあ気にせずやります。気にせずやります。花に佇む自分が辛くなる、大人になれなくて心が縮んでく、うなずいたことまで受け入れられないんだ、目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい、素直に答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ、何を引き返りして自由を手に入れた、夢を見なった自分が好きじゃない、感情なんて忘れてしまった、全てが一言に見えてくる、本気になっちゃそうするだけ、君はどんな後悔しそうなの、今かやり直せるだろう、たとえ何度失敗してもそうさ誰も気づいてない、過去は過去だ変えられやしない、今度こそは絶対後悔するな、
た答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断、あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。私のラストシングルです。君は何を後悔するのか。ラストシングルになります。これに参加しない道もあったので、参加できてよかったなと今では思います。うん、改めて歌ってみると、うん、STU 祭りだ。STU 祭りだ。これもめっちゃ好き。でももうほんと披露する機会なさそう。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。ひとりごとで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても、ここに限りがある。ここ
か次の曲入れたら消えちゃった、私のイントロの好きなダンスが、チャ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 ピュッジオさんチュッ、切れるなんて思わんかった、さっきまで消えてなかったね、チオさんにチューしとこう、チュ余韻のチュチュをしときましたちょっと自分がね、なんか今後 STU の曲あんまり歌える機会がないので、ちょっと今ここちょっとばかりにいっぱい歌ってます。いやー、なんか久しぶりに歌うといいですね、なんかいいなって思う語彙力な太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きたたらかする夕暮れに、何かを家に残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことをさ、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きる
いいね暗闇。ありがとう。いやーなんか幸せな気持ち今。しかももう5時間以上つけてるからもうねすごい。でも意外と炎も緩やかに、よいしょ、緩やかになってます。うん、何がいいかね。ちょっと長すぎ、長すぎかなとも思ったりするけれども、ソロハから壁ドンされない限りはいっか。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちくださいね。え、みんなと、皆さんも歌ってくださいよ。ライブみたいなこと言って、皆さんも歌ってくださいよ。優しく愚かで淡い
瀬戸内の声でした。瀬戸内の声ってこんなにメロディー少ないんですよ。知ってましたか？ A メロとか B メロとかオチは私たちの声だけなんですよ。歌ってくれましたか？歌ってくれましたかい？歌ってくれてたら嬉しいです。歌ってくれた、ありがとう。それでは続いて歌ってください。大好きな人。ずっと追っていたより
がとう。もう42分だ。結構10時半ぐらいから歌い始めたから結構時間が経ちました。早い早いものです。ありがとうございます皆様。パチパチパチ、ありがとう。いや嬉しいね、なんか嬉しいし楽しいね。ありがとうございます。まあそろそろもうあと数曲ぐらいにしとこうかなって思うんですけど。それではじゃあ聞いてください。すごいよね、でもカラオケをずっと聞いてくれてる人がいるのもすごい嬉しい。ありがとうございます。 Thank you。 私の多分本当に
めちゃくちゃ大好きな曲かもしれませんね、ずっとずっとが。うん、いい曲だ。アンコールアンコール、ちょっと時間あんのかな、どうなんだろう、いけるか。2番すごい歌詞すぎてびっくりした私はね、こう見えてもね、あのコンプライアンス守ってますからねこんなやらかしそうな見た目してるのにギャップを感じてくださいやらかしそうな見た目でもないか。もうちょっとね、時間が終わりそうなので、そろそろ最後の曲にしようかな。もう52分だ。壇上の時間も迫っております。どうしようかな、なんかちょっと感動系さっきやりすぎちゃったかも。うん、
途中で、曲の途中で壇上にしようかな。よし、ヨロピーですか。ラストです。あ、いきます。55分になりました。13位から読んでいきたいと思います。13位しろくまさん、12位ふみふみさん、11位じゅんちゃん、10位ジェリーさん、9位、NRR0022 ありがとう。8位ゴーセブンさん、ありがとうございます。そして7位マッカさん、6位ローケイティさん、5位スギアンさん、4位ライダーさんでした。13位から読める皆さんありがとうございました。そして3位コバチャさん、2位とりあえずミュービーさん、1位ルシアンパパさん、ありがとうございました。ということで今日の配信はちょっとカラオケを半分やりつつ、見てくださってありがとうございました。途中から入ってもいいんやけど、この曲すごいね、なんか今の季節にいいなと思ってよく聴いてます。どうよ、思い出より輝い
ラストの曲は Give Me Five でした。ということで皆さん長い時間見てくださってありがとうございました。では終わりの時間ですね。すごい、あの桜のギフトとかもそうなんですけど、他のギフトとかもありがとうございました。カラオケ中あんまり見えてなかったんですけど、ミラーボールとかなんかいろいろありがとう。すごい、虫男さんミラーボールめっちゃあげててくれてたんや、ありがとう。今ちょっと見てびっくり、5000どんぐりやにゃーん、ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。カラオケ大使楽しかった。本当、またなんかあのボックスの方でやりたいなって思います。カラオケ配信はこのね、あと1分だ、やばい、終わっちゃう。ありがとう、深くなりました。ここら辺まで行きました。はい、ありがとうございました。また明日もお会いしましょう。明日は四国の配信があります。私のルーム予約しておくので、よかったら遊びに来てください。ありがとうございました。バイバイ、長時間ありがとう。Thank you. ありがとうございました。バイバイ。またね。